2019年6月16日、香港逃亡犯、条例改正案反対デモは、民間人権人選の主催で2019年6月16日に行われたデモである。2019年6月9日、香港逃亡犯条例改正案反対デモから、わずか1週間後に行われたデモであり、デモの前日には、行政長官の林定月がが2019年逃亡犯、 条例改正案の審議延期を発表した。民人は6月16日デモにあたり、逃亡犯条例改正案の完全撤回、逮捕されたデモ参加者への不起訴、警察によるデモ過剰弾圧への追及、反対デモの暴動認定の取り消し、林定月がの辞任からなる5大要求を打ち出したが、政府が返答しなかったことで、反対運動は膠着状態に陥った。 この状態を打開すべく、わずか5日後に次のデモが行われた。このデモは、世界中のメディアから広く注目され、17日には、ニューヨークタイムズとワシントンポストが一面で、デモについて報じた。デモ参加者の人数も注目を集めており、香港では主催者発表と警察発表の間に常に数倍の差があったが、6月16日のデモも同様であり、 主催者発表では200万プラス1人が参加、警察発表では33万8000人が参加したが、警察による計算手法の正確さが、ロイター、BBC ニュース、天下雑誌から疑問視された。また、デモの計画が発表されたのは、デモの数日前だったため、6月9日や7月1日の、デモと違い人工知能による統計が準備できておらず、また、 近隣の道路に溢れたデモ参加者の多さにより計算が困難を極めた。いずれにしても、香港返還以降では参加者数の最も多いデモとされる。2019年2月、香港政府は容疑者の身柄引き渡し手続きを簡略化して中国大陸、マカオ、台湾にも刑事事件の容疑者を引き渡しできるようにする2019年逃亡犯。 条例改正案を提出した。改正案の直接のきっかけとなったのは2018年2月17日に台湾で起きた半アキラへ殺人事件である。殺人事件が香港で起きたものではないため、香港の刑法では殺人罪で訴追できなかったが、香港政府は逃亡犯条例の規定で中国大陸やマカオが除外されていることが抜け穴であると主張した。 改正案が成立した場合、香港行政長官は事例ごとに引き渡し要請を受け付けることになる。要請を受け付ける容疑には、殺人罪の他には、贈収賄、入出国審査官に対する詐欺など7年以上の懲役刑が科される可能性のある犯罪が30種類以上含まれる。また、中国大陸などから要請を受けて、資産凍結や差し押さえを行うこともできるようになる。 改正案の香港立法会での審議では4月3日に第1読会を通過した後5月3日から24日まで法案委員会の主席選出をめぐって民主派と憲政派の間で議員の間でも見合いになるほどの激しい攻防があったが政府は改正案委員会の審議を待たずに6月12日に第2読会を再開することを決定したこれを受けて2019年6月9日 香港逃亡犯条例改正案反対デモが実施されたが、香港政府は声明を発表して改正案の撤回を拒否した。そのため、多くの市民は改正案の可決を阻止すべく、審議が行われる6月12日にゼネラルストライキを行い、立法会総合ビル周辺の道路を占拠した上で、ビルを包囲することを決意した。12日デモを受けて、立法会秘書局が12、 13、14日に審議を行わないことを次々と発表した。13日、民間人権人選は16日のデモ実施を発表、警察による12日のデモ対鎮圧への批判と逃亡犯条例改正案の撤回を目的とした。15日の午後、林定月川記者会見を行い、逃亡犯条例改正案の審議を、改正案の解説等意見聴取が終わるまで延期する。 発表した。改正案審議の延期に対し、民人はこれを撤回とは違うとして、デモをそのまま開催するとした。15日の16時過ぎ、デモに参加した、両両マサルが背中に、林、偵察港、黒系冷血と書かれた黄色のレインコートを着て、パシフィックプレスの外壁工事現場に設けられていた、仮設足場に、搬送中、ノーエクスタレディション2チャイナ、 全面手使い中、ガモン不ぜ暴動、尺っぱなし学生奨者、林帝士太台、ヘルプ香港と書かれた懸垂幕を張った。通報を受けた消防士はエアパックを展開したが、パシフィックプレスが外壁工事を行っていたことと歩道の横断防止策が邪魔になっていたことから、仮設足場のすぐ隣に設置できず、結局量が飛び降りた後に着地した場所は、 パシフィックプレスとエアパックの間の地面となった。その後、ハリはラットンジー病院に緊急搬送された後死亡した。両は遺書を2通残しており、1通は葬儀の望みなどについて記述し、もう1通は逃亡犯条例改正案の反対を表明した。同日夜には多くの市民がパシフィックプレスの外で花を供え、2014年香港。 反政府デモの計画を立てた人物の一人である、主要名も花を備えた。6月16日のデモ行進は、前回にあたる6月9日デモと同じく、ビクトリアパークから始まり、今週の立法会総合ビルで終わるが、警察は前回と違いビクトリアパークのサッカー場を集合場所として開放した。また、民間人権人選は6月9日のデモでは、 白い服の着用を呼びかけたが、16日のデモでは黒い服の着用を呼びかけた。16日の正午過ぎには市民が次々とビクトリアパークに集まった。デモ行進は15時の予定だったが、14時には香港島の鉄道駅が黒服を着たデモ参加者にあふれたため、校内のエスカレーターの一時停止、改札の一時閉鎖、列車の増発など、 ラッシュ時の混雑感は策が取られた。中でも、ビクトリアパークの最寄り駅である、天光駅は、ホームの混雑により14時に一時的に通過駅に変更され、15時に復旧した。列車運転手が、車内放送で、私の代わりに行ってきて、香港人頑張れ、と、デモ参加者にエールを送るというシーンもあった。急流バスは16日朝に、 香港島行きのバスの便数増を発表したが、香港海底トンネル前バス停は、午後よりデモに行く市民が、長蛇の列をなし、一時は最後尾が、最寄り駅の紅駅の構内にあるほどだった。バスのほか、フェリーで向かう市民も多く、スターフェリーピアで並ぶ市民の列が、アベニュー・オブ・スターズのインターコンチネンタルホテル近くまで、伸びた。 このフェリーに乗る市民の列は長さが一時 1km 以上にもなった。更新が始まる時間は15時の予定だったが、デモ参加者の多さにより民人は予定を前倒しして14時43分にデモ更新を開始した。デモ隊の先頭には白背景に黒字で通信室首と書かれた銃弾幕と黒背景に白字で 撤回悪法と書かれた銃弾幕が掲げられた。ただし、民人がデモ行進を始めるよりも前に行進を始めた市民もおり、これによりデモ行進が始まった時点で、行進移動の全車線がデモ行進用に解放された。また、ドラワンの岩街、リエン山道やワンチャイの軒に指導からデモ行進に加わる市民に対し警察が制止を試みず、 これも9日デモでの扱いより緩和されていた。デモ参加者の一部は今週で一時的にデモ行進から離れてパシフィックプレイスに向かい、前日に同地で飛び降り自殺した両両マサルを悼んだ。黒服を着た多数の市民が喧嘩するシーンに号泣する市民や、両が飛び降りた時に着ていた服である黄色のレインコートを着て針を悼む市民もいた。15時には、 喧嘩に来る市民の列が、ピークトラムの花園道駅まで伸びるほどとなった。16時、デモ隊の戦闘が更新の終点である今週の天日道に到着、民人は参加者数の多さを理由に、落活動の2車線の開放を発表した。しかし、デモ隊の戦闘に立つはずだった民人の銃弾幕は、デモ隊列に割り込む市民が、多数いたためドラワンの祖号で進めず、そこで、 約50分間とどまって、ようやく前進することができた。16時30分、落活動よりも北側にある、シャアキラ道と、杉ダ道の一車線が、デモ用に開放された。この時点でも割り込み参加する市民が多く、ビクトリアパークの東側にある天候や砲台山で、並んでいる市民は、栄光道から全く進めなかった。17時には、落活動の全車線が開放された。 立法階総合ビルのデモ区画は12日デモの時に一時閉鎖されたが16日までに再び解放され16日デモの最中にも閉鎖されることはなかった警察数十人が警備していたが入り口に立っているに過ぎずデモ区画を巡査することはなかったデモに参加する市民が続々と到着してデモ区画やタマールパークに入ると民人は 天下道で周回するよう呼びかけた。17時、民人はデモ参加者に対し、回路のシュプレ飛行量をやめるよう呼びかけたが、これはデモ行進に使用できる道路がすでにすべて開放されているためだった。17時30分には、のき道の南側にある天楽座とワンチャイ道、小市厚道が開放され、つげしだ道では一車線が追加で開放された。時過ぎ、 ビクトリアパークに集まった市民がようやく全員出発できたため、高水道が再び車道として開放された。一方、前方であるコシュでは集まった人が多すぎたため夏、道の車線に出て、行進を続く市民が続出、やがて夏道の全車線がデモ隊に占領される形となった。これにより夏、道を走っていたバスなどが人に囲まれて立ち往生、したが、バスが 緩やかに発信して脱出しようとすると、その前方にある市民がすぐさまに道を開け、メディアからまるで、モーセの海割れのようだと形容された。日没後もデモに加わる市民が、相次ぎ、21時過ぎになって、デモ隊列の最後尾がようやく、ワンチャイのサウスオーンパークにたどり着いた。その後、デモ隊列の最後尾は23時過ぎに、今週動まで進んだ。 香港政府は16日の20時29分にプレスリリースを発表した。林定月川このプレスリリースで逃亡犯条例の改正について謝罪したが、民人のご大要求については返答しなかった。22時時点の夏道タマあるパークでデモ集会に参加する市民立法会総合ビルのデモ区画に集まる市民。 今主道では23時過ぎになっても両両勝るへの喧嘩が続いていた。また、夏道、竜和道、天下道、天日道は24時以降にも多数の市民が徹夜で道路を占領した。道路占領に参加したデモ隊は、ほとんどが林の謝罪を受け入れず、時々、林停止ただ撤回などとシュプレヒコールをした。また、ドラムを打ち鳴らしながら夏道を更新する市民や、 成果を歌う市民もいた。今週駅と香港政府新庁舎をつなぐ歩道橋には、ガモン正背坊と、でっかいサムレー、搬送中などと書かれた横断幕と縦断幕が掲げられた。民主派の立法会議員は今週に駆けつけて、デモ隊に不流血、不受傷、不非保養器をつけてほしいと述べた。立法会議員の 審査会はこれ以上デモ隊が傷つけるのを見たくないと発言。同じく立法会議員のコシエラは今週の道路占領が林にとって圧力になると述べた。17日2時過ぎになるとデモ参加者のほとんどが今週を離れたが一定数のデモ隊が残ったため6時過ぎにも政府庁舎、夏道、龍和道など立法会近くの道路を占領し続けた。7時過ぎに 警察約150人がやってきて、デモ隊に帰るよう呼びかけたが、失敗、8時に撤退した。その後、龍和道を守備するデモ隊がいなくなったことで、龍和道は8時半に車道に復旧した。また、政府が庁舎の一時閉鎖を発表した。10時53分には夏道も車道に復旧した。同日午後、立法会総合ビルのデモ区画に泊まるデモ隊。 約400人は次の行動について議論した。香港礼品府に更新するなどの案が出されたが、結論は出なかった。16時、立法会議員の主外敵は、行政長官オフィスの外でデモ集会を行い、逃亡犯条例改正案の完全撤回、12日でもの暴動認定の取り消しという2つの要求を掲げることを提案した。また、いつまでも待つのではなく、 林定しがに返答の期限を設けることも提案した。この時、デモ隊の人数が再び1000人以上になり、議論に参加する人が、龍和道の車線に立っていたため、実質的には、龍和道を再び占領する形となった。その後、デモ隊は夜には500人に減り、日付が変わる頃に約100人に減った。りゅうでは、 ロードコーンを置いて当選母する程度となったが、警察が17日午後より全く行動しなかったため、占領が継続する形となった。18日3時には雨が降ってきたため、今週に泊まっていたデモ隊数十人は立法階層合ビルのデモ区画に移動した。これにより、龍和道にデモ隊がいなくなり、警察は6時過ぎにロードコーンを撤去して、道路を復旧させた。 同日、政府庁舎の閉鎖も解かれた。18日午後、林定月川、記者会見で逃亡犯条例改正案について、謝罪したが、法案の完全撤回を拒否、辞任しないことを暗示した。19日、香港中文大学、香港教育大学、香港上司大学、香港科技大学、香港常世大学、香港園芸学院の学生自治会は、 合同記者会見を行い、香港政府に16日デモで市民より提出された要求に返答するよう求め、返答の期限を20日の17時に定めた。返答しなかった場合は市民に香港政府庁舎の包囲を呼びかけるとした。これに対し、香港政府は林定月がが18日の記者会見ですでに謝罪したと述べ、これ以上の返答をしない方針を明らかにした。 そして20日の17時までにさらなる返答がなかったため多くの団体が21日朝にさらなる行動を起こすよう呼びかけこれに対し政府は21日に政府庁舎を一時閉鎖すると発表立法会は22日の会議の延期を発表した6月16日でもはその規模が大きかったため参加した人数の計算も注目を集めていた香港では主催者発表と 警察発表の間に常に数倍の差があったが、デモが香港以来のメディアにも広く注目されたため、参加者数の統計法も報道されることとなった。16日デモの参加者数は主催者発表では200万プラス1人、警察発表では33万8000人とされたが、やはり数倍の差があったためロイター、BBC ニュース、天下雑誌から疑問視された。また、 デモの計画が発表されたのは、デモの数日前だったため、6月9日や7月1日の、デモと違い人工知能による統計が準備できておらず、また、近隣の道路に溢れた、デモ参加者の多さにより計算が困難を極めた。主催者と警察発表以外の主だった統計は、下記の通り。後に、民人が9月15日デモを届け出たとき、警察からの反対を受けたが、 民人が警察の決定について上告したとき、警察側の代表弁護士が15日のデモに再度200万人が参加した場合、警察が秩序を維持する能力を持たない可能性があるとして反対、警察発表の33万8000人が無視された形となった。ありがとうございます。